はい、サンプル提供いただきました。本日の商品、Lボトルの Bluetooth イヤホン両耳完全左右分離型のハンズフリーステルスヘッドホンのご紹介です。完全にワイヤレスでステレオ、両耳のタイプのステルスタイプですね。カナル型イヤホンでワイヤレス、完全なワイヤレスヘッドホン、ミニスポーツヘッドセットですね。ハイファイ高音質ステレオ両耳の Bluetooth V4.1、ランニング運動型ですね。充電は収納ケース充電式です。付属になっております。ノイズキャンセル対応で iPhone 7に対応。片耳、両耳とも対応でマイク内蔵のブラックをいただきました。現在 Amazon で3つ半、お値段が7399円という風になっております。色はですね、ブラック、ブルー、ホワイト、レッド、ホワイトとブラック、片耳ずつ色が違うタイプ、レッドとブルーの色が違うタイプですね、が選べるといった具合で、早速箱がこんな感じです。はい、イヤホンが左右、完全にコードがありません。ステレオタイプ、TWS17、Bluetooth の V4.1、iOS、Android、Windows 対応となっております。iOS、Android、Windows 対応となっております。早速見ていきたいと思います。箱ですね。はい、こういう感じで、こうで磁石が、磁石式です。側面が開きます。はい、高級なケースに入っておりますね。こんな感じで、TWS17 です。はい、これがマニュアルというふうになっております。はい、はい、マニュアルはですね、中国語と英語のみのマニュアルなんで、ちょっと操作が日本語じゃないんでね、ちょっと不慣れな点があるかもしれませんけど、まあ URL 貼っときますんでね、そのサイトのレビューなどを見られると分かると思います。まあシンプルなんでね、操作は。はい、マニュアルが中国語と英語のマニュアルが1点入っております。で、早速見ていきたいと思います。はい、こちらに各種イヤー、耳のサイズに合ったイヤーパッドが1、2、3、4、5、はい、1つずつありますね。1、2、3、4ついと、はい、最初からついてるやつで、これもう、はい、充電器と充電用のコードですね、がなど入っております。早速見ていきたいと思います。取り出します。コンパクトです。はい、シールを剥ぎます。これが充電ケースになっております。収納ケースと充電ケースが一緒になったタイプです。開けます。じゃじゃじゃん、開けますよ。はい。今、ランプがここついてたの分かります？はい、点滅してますね。はい。はい。で、ここも光りますね。今、満充電になってますんで、はい。イヤホン、今、赤くチカッと光ったの分かりますか？はい。ここが充電できるようになっております。片耳だけちょっとお見せしますね。はい、こんなものです。小さいですよね。左右完全両耳です。ワイヤー、完全にワイヤレスタイプですね。全くコードがありません。右耳、左耳に入れるステレオタイプの、はい、イヤホンタイプですね。V の 4.1 の Bluetooth になっております。安心の長持ちバッテリーで、連続通話時間が約最大4時間。もちろんハンズフリー通話ができます。連続待機時間、なんと最大80時間ですね。という長時間使用が可能。通勤通学の行き帰りなどに、用途には十分バッテリー性能を備えているということで、まあ、バッテリーケースを持っていかなくても、これだけ持てば十分だと。いったところです。まあ、小型で軽量、何にいいかというと、トレーニング、ドライブウォーキング、デスクワーク、作業中、通勤、通学、DVD の鑑賞、電話会議など、有用なシーンに使用可能です。はい、片手操作できるシンプル操作、ハンズフリー通話、音楽再生、一時停止、通話開始、終了、拒否、リダイヤルなどができます。はい、こういったわけで、非常にね、
今この手がまた流行りだしたですね。片耳タイプというのはあったんですけど、それはステレオになりませんので、はい。こちらは両耳で左耳と右耳用の、はい、ハンズフリー通話ができる完全コードレスのステレオヘッドセットといいましょうか、ヘッドイヤホンですね、が最近いろんなところで出てきだしましたね。ついにこうなってきましたよね。素晴らしい。はい。よくお見せします。はい。あまり小さいんでね。はい。ここが充電用の電極部分ですね。電極部分。R。R と、ここに R と入ってますかね。これ右耳用です。こっち回転させまして、はい。レフトとライトですね。レフトとライトがあるといった非常にコンパクトで小型の Bluetooth 4.1 のイヤホン型の両耳タイプの、はい、ヘッドセットといいましょうかね。それのをお見せしております。TWS の17です。これが充電ですね。ケースイコール充電ケースというふうになっております。格納はここにすると。ここがパイロットランプですね。もちろん、イヤホン側でも側面が光りますね。はい、充電中は、はい、こういったふうで蓋を閉めると。いった具合で半透明の、はい、中が、はい、こういう色の、はい、風になっております。これがケースですね。ケースもコンパクトです。これが充電器になります。充電器&ケースです。はい、ここに置きまして、さらにそれのための充電用の、はい、端子が入っております。そのアダプターがこれですね。ちょっとこれ取り出しにくいんで、これに、こうやって刺しますか。取り出しにくいんで、こうやって刺すと出てくると。はい。こういうふうになりますね。はい。ここです。はい。これがアダプターがついてるということですね。このまま USB に刺されると充電ができるといったものです。また、ここにアダプターがついてるといったものです。これでアダプターになりますね。はい、こんな感じで、はい、ちょっと硬いですけど、はい、これが1点、これとこれが付属品と、あとイヤーパッドが、はい、ついてるといった具合のものです。これはここにこう格納できます。これもここに格納できます。とあとここに先ほど言ったイヤーパッドが入ってると。そこに何か入ってますかね。日本語説明書はどうだろう。ちょっと開けます。中は何もないといった具合ですね。これで日本語説明書があれば完璧でしたけどね。はい。というわけで、こちらですね。最後に格納しながらお見せしたいと思います。これは直すときはこうですね。向きを合わせて、こうと、こうというふうな、はい。こんなケースに入った非常におしゃれな、今から流行ってくるタイプの両耳タイプのコードがない、2人で同時に音楽シェアができる、片耳単体としてももちろん使えますよ。はい。というふうに、ハンズフリー通話もできる、エルボトルの Bluetooth イヤホン、両耳完全左右分離型のハンズフリーステルスヘッドホン、カルナ型イヤホン、Bluetooth V4.1 のご紹介でした。そういったわけで気になる方 URL 貼っときます。非常におしゃれで、コンパクト、これからはこういった両耳タイプの完全ワイヤレス Bluetooth になっていくと思います。音質も抜群です。そういったわけで、気になる方は URL 貼っときます。ではまたです。ご視聴ありがとうございました。ではまたです。